シロちゃん、初めての鏡ですよ。はい、シロちゃんお顔見て。どんな？自分の顔見てどうですか？じっくり見とるな。シロちゃんはベルに映っとる顔を見て吠えちゃいましたね。ちょっとカラーがみんなと違うけど可愛いよ。はい、はい、鏡だよ。初めての顔見て。大丈夫？鏡帰るって。おー、鏡です。はい、こんにちは。いかが？目が点じゃな。驚いとる。どうですか？ご自身のお顔初めて見られて。初めての鏡だよ。こんにちは。お、じっくり観察。ラインくんよ、これ。あと鏡に初めて見ましょうね。はい。自分のお顔よ。恥ずかしい。この子はミンが。やや。ややだやだやだよ。あ、気がついた。ワンワンって。白黒の可愛い子なんよ。ちょっと恥ずかしいな。はい。キザちゃん。もともと違うお部屋に来るのが怖かったな。じゃけど、あれ？ちょっと興味がある？いやな。帰りましょう。はい、元気いっぱい、幅広。どう？自身の顔見てどう？そんな顔背けないで。足で目を隠さないで、恥ずかしい。ほら、見てみ。鏡よ。帰ろう。おしっこを漏らされました。抱っこしてたら。犯人はこの子です。ギザちゃん、こんなに大きくなりました。今眠ってますけど、この子はですね、とても小さい女の子でした。ミルクも飲むのも、疲れてしまってね、途中で、やめて、眠ってしまうほどだったんですけど、こんなに大きくなりました。私の手がこれなんで、比べてみてもらったらよくわかると思います。ギザちゃんはですね、引っ張り遊びが大好きで、とても活発な女の子です。新しいお家に行ってもね、幸せに、暮らしていただければと思います。幸せに過ごしてください。またね。はい、シロちゃん、あら、どっか行きました。どっか行った。そこがいいの。はい、シロちゃんはですね、色がですね、みんなとはちょっと違うんだけど、にこやかに、笑う笑顔が素敵な、子犬でした。色が違ってね、ベルとかね、そういうベルとか鏡とかそういうところにね、反射した自分の顔を見てびっくりして吠えてしまうっていうことがあったりしたんですけど、慣れてきたらね、もう前回の動画を見ていただければわかるように、鏡見ても吠えたりするようなことはないです。力がとっても強くって、体も大きくて、でもね、無駄吠えとかしないんで、非常に、愛くるしい子になるんじゃないのかなと思います。お手手も結構でかいんで、じゃあ私の手と顔比べてみたらこんな感じなんで、さっきの、他のね、映った子より全然ちょっと大きいと思います。体は大きいけど、心は優しいいい子なんじゃないのかなと思います。じゃあシロちゃん、新しいお家に行っても元気で過ごしてください。新しいお家の飼い主さんによろしくお伝えください。またね。
はい、ライン君、とてもあなたはカメラ写りがいい子ですよね。こうやってカメラ目線すぐしてくれる。本当に助かります我々としては。ちょっと今眠たいんであっち向いちゃったんですけど、この子本当に、カラーがバシッバシッとこう左右揃ってて、ボーダーコリーの柄っていうのが本当に綺麗に出てる子だと思います。ちょっとね甘えん坊で、人がいなくなってしまったりするとどこ行ったのっていうことですぐ泣いちゃったりするんですけど、私としてはね一番この子供たちの中で、接する機会が多かったんで、可愛い子でした。どっちかというとうちがハリー社長が女の子なんでどうしても、男の子は飼えないので、男の子で選ぶんなら、このライン君が、私は、好みでした。抱っこしても、じっとしててくれるしどこ触っても全く怒らないし、体も大きいしハリーとねちょっと性格が似てるのかな。ラジコンとか追いかけたりするときに一緒にワンワン言ったりしてハリーちゃんのなんかちっちゃい版みたいな感じで、とても親近感が湧いた、子でした。明日いなくなってしまうのがとても寂しいですけども、また会える日を、楽しみにしております。元気でね。ハリー社長にハリーママに最後にご挨拶して明日と継ぐことになりましたってお別れよ。元気でって。はい。ありがとう。ちびくんも明日嫁ぐことになりました。ハリーママにご挨拶しましょうね。はい、ハリーママ。はい。ちびが明日嫁ぐことになったんで挨拶しに来ました。ハリー。ちび見てあげて。ママって元気でねってありちゃんと見てあげて悲しい、はい、お別れの挨拶よ。ふんじゃないやろ